はい、こんにちは。今日は2014年、早稲田大学の問題です。問題はこちらです。xy を自然数として、p を3以上の素数とすると。で、括弧1は、x3 乗マイナス y3 乗イコール p が成り立つとき、p を6で割った余りは1であることを示せ。括弧2は、x3 乗マイナス y3 乗イコール p を満たす p を小さい順に p1、p2、点点点とするとき、p5 の値を求めよといった問題ですね。まずは括弧1からやっていきましょうと。これ式見たときに、まずこれ式、因数分解できますよね。因数分解して表しておくと、こうなりますよと。これが今 P ですよと。P 素数ですから、これは 1×P またはマイナス 1×-P、この2つしかないですよね。掛け算の積の形に分解するとしたらこれだと。ただこれ見たときに、こっちが正の値ですね。これは、この形で式変形しておくと、こうなりますよね。こうなるよと。ということで、これ、正ですから、これは正だと。でこっちも正になるので、正かける正しかないよ。ということで、このマイナスの方が削られて、あとはこっちの方が数大きいですよね。これの2乗、そして正の数を足しているので、こっちの方が数が大きいということだから、こっちが P で、こっちが1。この組み合わせしかないということになります。つまり、x-y が1ですから、x イコール y プラス1と、こうなるわけですね。で、これをここに代入してあげると、もうおしまいですね。p イコール、ここ1ですから、1たす 3xy。p は今、3xy たす1ですよと。で、これここに代入しましょう。そうすると、3y かっこ y たす1たす1ということで、ここの部分は2つ続いた整数ですから、ここは2の倍数、偶数ですねと。で、それに3をかけるので、ここは6の倍数ということになって、6の倍数たす1ですから、6で割った余りは1になるよということが言えて、かっこ1はこれでおしまいですね。または、ここから代入しなくても、元を使ってやってもできますよと。6で割った余りが1ってことは、6っていうのは2の倍数かつ3の倍数ですから、元2、元3、こういうふうに2つに分解してあげて、2で割った余りが1ですよを示したいと。p っていうのは2で割った余りが1。また、かつ3で割った余りは1ですよと。この2つを示せれば、これを示したことになりますよね。ということで、この2つを示したいということで、今 P は2で割った余り1、つまり奇数であるっていうのはもう言えてますよね。3以上の素数ですから P は奇数だ。これはもう言えてるよと。あとこれを言えれば OK だと。3で割った余りが1ですよを言いたいと。で、これは P がこの式になるということから、代入して求めましたけども、代入しなくてもこれは3の倍数プラス1ということで3で割った余り1になってますよね。ですので、2で割った余りが1、かつ3で割った余り1ですから、これは P は6で割った余りは1になるということが言えて、こんな風に求めることもできます。ということで、括弧1はこれでおしまいです。で、続いて括弧2です。括弧2は P5 の値を求めたいということで、順番に求めていきましょう。P は今 Y の式で表すことができたので、Y は自然数ですから、1から順番に入れていけば OK ですね。Y が1の時には 3×1×2 で6、足す1で7ですね。y が2の時には 3×2×3 で足す1ですから、19ですね。3の時には 3×3×4 足す1ですから37。で、4の時には 3×4×5 足す1で、61ですね。で、5の時には 3×5×6 足す1で、91ですね。で、これが答えかなと思いきや、これは 7×13 で合成数ですね。素数ではないので、これはダメだと。で、ここまでの数は全部素数なので OK と。ということで、5番目の数はここの数かなと。6を入れると 3×6×7 足す1で67、42×3 で126足す1で127ですね。で、これは素数だということで、求める答えは5番目の数は127と。P5 は127が答えということになります。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。